さんです。たくさんの動画の中から選んでくれてありがとう。最後にグッドボタン、チャンネル登録お願いします。はい、おはようございます。ハッチ、よしよし、朝の挨拶、おいでおいで、乗っといて、よしよし、かわいいな、お前、よしよし、乗っとこな。はい、あ、ちょっとぼやけてるね。あれ、ちょっとぼやけてますね。あれ、ぼやけてる、なんでや。あ、ちょっと待ってね、電気をちょっと。はい、これでいいかな。はい、おはようございます。ハッチ、朝から登って朝の挨拶、今ちょっとペロちゃん泣いてますけどね、まあ、また今日も連れて行きますんで、はい、こんな感じ。第2から今日はお届けさせてもらってます。はい、暑いな、ハッチ、ブラッキチ、ちょっと具合悪いね、この、はい、アメちゃんも、はい、ブルーちゃんかな、これブルーちゃんに、みっちゃんに、ごまちゃんに、黒猫が構成通りしてますね。はい、マリンちゃんね、はい、ソラちゃん、ソラちゃん結構大きくなってきたんだ、この子はね、がっちりしてきてる。それで、レイちゃんに、あ、シャー君、シャー君に、二人やろ、なっちゃんかな、ね、はい、ハッチ、今マナーモードで、あ、ちょっと乗り上げてみた、俺、あ、行きました。はい、チャチャ君に、ニックに、ニックね、首が見えてますね。はい、ここはミオちゃんにね、あのポポちゃんに、サビちゃん、ちょっと見にくいね、やっぱり電気持ってこもって忘れまして、ほんまに。あ、いっちょったんですよ。あ、いっちゃんね、いっちゃんに、これはミミちゃんやな。よっしゃよっしゃ、ハッチはほんまに可愛いな、お前は。レイちゃんにね、こんなして、夢さんにも懐いて、夢はも大好きなんですよ、この子ね。はいはい、よし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 、いいとき、はい、レイちゃんね、チャー君になっちゃいね。今日今こたつはね、あげて掃除して最中ですよ。まだ登ってんから、ちょっと行きにくいんかな。ちょっとマナーモードでね、お仕事してもらってるんで、ちょっと静かに。何してんの？あ、行くかな。ここからちょっと動けへんの、ね、ちょっとほっとこうかな。はい。あ、これ、キーボーね、キーボー、ここ。え、ここにもかな。ロシアンちゃん、ここかな。ロシアンちゃん。ね、よしよしよ。こんな感じで。あ、止まってもらったね。ちょっと待ってよ、何してんよお前。はい、行け。あ、今度は映らんちゃうかな、マナーモードもないから。はい、ちょっと掃除してもらうとくれましょう。あっときや、ミミちゃん、トイレどうや。今日もこっち、言うてはった時に、こっちの、水町缶詰は全部食べてて、もう大量に入れてたんやけどね、金のスプーンのやつを12個入りを24個以上入れたのかな。それを全部平らげるという、驚異的なね、メンバーですね、こっちは。まあ、第一の方はね、昨日の、缶詰見たら、多少は残ってましたね。水がやっぱり多かったからね。まあ、そんな感じで。あ、水ちょっと入れたのかな。この後、水入れて、ね、上の掃除して、終わろうかな。ちょっと短いけどね。それとカレンダーね、あれです、昨日発送メールマナーの方と梱包として今日送りますんでね、おそらく近々届くと思います。それでね、届かない人はまだ連絡ください。まだ漏れてる恐れがあるんでね、それと多少ちょっと残ったんでね、また追加注文のね、何枚残りありますということで受けさせてもらいますんでね、またよろしくお願いします。それぐらいかな。それと子猫と、あ、そうそう、それであれ、本格的にね、明日からうちの家の方ね、リフォーム入る中で、ちょっとね、やっぱり家猫のね、2階も1階も全部やるからね、ほとんどでほぼ全面するんでね、猫のね移動が大変かな、みたいね、家から出ないようにね。よしよし、
ちょっと降りてくれ。うん、それと、こっちの工事が3日やから、今日、12月やね。今日から12月ということで、明後日から、こっちの工事もね、始まりますんで、ね、ちょっと大忙し、ちょっと、今回は。まあ、一番ね、難儀なのは、1階の、うちの家のね、1階に、ステレオを今回2階に持っていかんといくからね、まず2階の、ポンさん寝てる部屋から、リフォームして、それで、隣のちょっとステレオを置く部屋に、リフォームしてから1階のステレオを上げなあかんという作業がね、大変かなと。これ階段も全部するからね、今回階段から、トイレから、お風呂から全部済んで、玄関もね、玄関一部やけど、まあ、ちょっと、大忙しになると思うんで、ね、それとここの猫のね、移動と。うまい。うまくないっすよ。うまい。ずっと乗ってるから、もう重いな。熱くなってきたもん。はあ、まあ、こんな感じでね。それぐらいかな。うん。まあ、そんな感じでね、スタートね、リフォームしていきます。ね、楽しみにしてください。それによってね、もう、第 1C の、こう、ちょっとでもね、早く移動できたらなと思ってね。またその様子もね、お伝えさせてもらいます。はい、以上です。ありがとうございます。みぎちゃんから一言。僕たちの友達が道路で亡くなっていたら、シャープ9910に連絡お願いします。